大人の市場をこう生徒たちにあんま持ち込まないでほしい。俺と高行の何が違うんだろう。上一発だ。できる。なんで、あれに、やつらが、使う。回復、回復、回復。外したー。いきなり必殺技使うから、お前。ほら、雑魚にそんなダメージ与えてもしょうがないんだよ。始まりました、のぐと TV。 はい、今日はジンくんと高井くんと2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ジンくんと高井くんは久々な感じですか？顔を合わすのは久々かな。なんか電話ではちょくちょく、うんうんって感じですね。はい、そんな感じで2人仲良く楽しくゲームやっていきたいと今日は思っておりますけども、今日はですね、はい、テイルズ・オブ・ルミナリアというスマホゲームアプリで、2人にゲーム実況やっていただきたいと思っております。はい、お二人、はい、テイルズ・オブシリーズはお二人はご存知ですか？はいはい、俺テイルズ・オブ、テイルズ・オブ・デスティニーだっけ、なんかそう、それをやったことあるようなないような感じですね。え、何なの？はい、私全く詳しくおりませんので、すいません。ね、はい、そのこのテイルズオブシリーズなんですけれども、1995年に発売されたテイルズオブファンタジアから、はい、25年以上も続いている RPG の大人気シリーズでございます。はい。はい。で、今日は、お二人にプレイ していただく、テイルズ・オブ・ルミナリアなんですけれども、個性的なキャラクターやアクション性の強いバトルで人気を博すテイルズ・オブシリーズの、最新作になっております。登場キャラは全部で21人、全員が主人公で、それぞれの視点からストーリーを楽しめる群像劇 RPG となっております。ちなみに私、プレイさせていただきましたが、ストーリーとアニメのクオリティがめちゃめちゃ高くてですね、驚きました。はいはい、でオリジナルストーリーなので、このテイルズ・オブ・シリーズ初心者の方でも、楽しめる作品となっております。はい、はい、主人公が 21? はい、はい、ちなみに、まあ、ちょっと後でまたアニメとか見ていただけますが、それぞれ、はい、正義とか悪とかっていうよりそれぞれの正義があって、それぞれの思いとか、うん、立ち位置で、ストーリーが展開していくという感じの内容になっております。あ、芸能界みたいな感じですね。そうですね。それぞれの正義で、はいはいはい、でまずは、このテイルズ・オブ・ルミナリアの世界観を体験していただきたいので、15分のアニメーションをお二人に見ていただきたいと思っておりますので、まあ、見ながら感想をじゃんじゃん言っていただきつつ見ていただければと思います。はい、準備大丈夫ですか？はい、はい、はい、じゃあそれではアニメスタートします。どうぞ。全然喋んない。でも、もう見ちゃってた、ごめん。いや、まあ見ちゃうけどね。さすがに15分黙って見ちゃダメなんじゃないの？かといってね、セリフを邪魔したくない気持ちもあるよね。うん、その勢いだよ、これ。高かったな。俺。なんかこういうキャラ。素直にいいことしたって言えばいいのに。いいんだよ、ばあちゃんの遺言だからな。すごいよ、オッドアイだよ。はい、
レオの荷物。お、サンキュー。ま、いいんじゃないの、気高いくん。何かの呼び方はやめろよ、セリア。いつも言ってるからでしょ。真似するだろう。レオフルカード。何を緩んでいる。すいません、リゼット教官。セリア・アルビエモだ。はい。我々は連邦軍人、すごいね。気を抜くな。はい。軍人、もうゲームで今の若い子ってすごい恵まれてるね。珍しいですね、こんな街道沿いにビルンガが出るなんて。住む場所がなくなったからだろう。あの街道沿いもすごいし、音もすごいし。行くぞ。今回の目的地リュンヌはもう目の前だ。ゲームが流れる。ねえ、アニメがこのクオリティだぜ。うん。お願いです。世代的にね、ファミコンとかスーファミだからね。そうだね。イーリス騎士学校ブレイス教官リゼットレニア。私か三人で。バイオハザードだったかな、なんかの時にリアルな映像が入ってるのを見てすごい衝撃を受けたな、覚えてる。はい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 。なんか初めてそういうそのハイクオリティな。そうです、うんうん、まあね、昔カセットだったから、そこからディスクになってってどんどん容量が増えたから、いろいろできることが増えた、ね、今はもうもはやでもないもん。俺が買ってくるよ。うん、あなた。俺は連邦騎士見習いレオフルカード。今あっちで通行許可をもらってる。俺が買って戻ってくる分にはいいよな。それなら構わない。これはゲームをプレイしたら実際このアニメが流れる。え、確かに。これはなんだ、いわゆるこう紹介のアニメなのかゲーム中のものなのか。あ、これはアニメの世界観の紹介、VTR になります。あ、紹介なんだ。はい、ところどころ、まあでもこのぐらいなクオリティでキャラも動かせる感じですかね。まあちょっとまたちょっとゲーム画面は違いますけど。第一に考えるのは任務、そう教えたはずだが、余計なことに首を突っ込むのは。ちなみにこのストーリーは割とこの赤い髪のレオっていうのが主人公っぽくなってるんですけど、まあそれをこの VTR はそうなってるんですけど、まあそれぞれにいろいろ主人公としてのストーリーがそれぞれにあるっていう感じですね、キャラの。ですね、だと主人公21人って言ってたから。はい。え、それって21人どれでもプレイできるってことではないですよね、さすがに。あ、21人どれでもプレイできます。はい、それぞれの視点で。了解。で、現在21人の、この後どんどんエピソード続いていくんですけど、エピソード1が21人分それぞれ配信されております。でそれが自分のタイミングで自分の好きなキャラクターがプレイできるってこと。そうです、おっしゃる通り。すごいな、来るのエグいね。ちなみにこの今映ってるレオとこのセリアっていうんですけど、それはユール連邦っていうところに属していて、でこれと敵対するのがジルドラ帝国っていうのは、まあ、そのうち出てくるんですけど、ジルドラとユール連邦の戦いがストーリーの軸になって全体が進んでいくって感じ。こんな土地に温室で育てたんでしょ、リュンヌだからね。レオ、まさかこの町の基本情報忘れたの？教官に教わったじゃない。人口いっぱい頼むっていう無理な守ってくれてる方がいいです。全部あのピラーのおかげよ。あれはこの町がまだ帝国領だった時に建てられたの。市内で潤沢にマナを供給するためにね。一人分のストーリーがあって今すごいね。だからネオンがいっぱいあったのか。そうよ、この町ではリアクターを使った温室で野菜や果物が取り放題、医療も高水準の設備で受けられる、うん、いいことばかりじゃないんだけどね。この子人気ありそう、フェリアちゃん。そのうちネオンの秘密を聞いたり、うん、だな。食べ終わったらいい時間だ。薬を受け取りに行こう。そうね。
これやっぱり言っちゃうよね。ね。もうなんか憶測でどんどんストーリーをこう話していこう。やべえぞ。もう俺がちょっとはちょっとこれ今の壁があるね。ということは人間の住む場所とああいうなんだろうね生き物が住む場所がくっきり分かれてるね。分かれてるね。これは現代とも同じです。人間がこうどんどん物を崩してくれて動物が住む場所を失い、そして食べ物を失い畑を狙ってくるわけだ。畑が並んでる。大丈夫だ。援軍に来た。ブレイズ所属レオフルカード。俺が前線に立つ。現場だね。同じくブレイズ所属セリアアルビエ。私が弓兵の目になります。まあ、おお、パッとね。出た出た。私のエンブリオ。エンブリオっていう。一人それぞれが持ってるんだね。目標580かもね、うん、さっきのだってあのほら赤い髪の彼は手の甲にあった手にあったもんね、うん、俺もエンブリオあるけどね。そうまあそれはまあ後では言う。マジで、うん、エンブリオある。まあそうエンブリオ俺もあるかもしれない。聞いてないんだけど。見えてるのよ。みんな無事か。もうちょっとだけ頑張ってくれ。ああ、ありがとう。大丈夫、彼は最前線にいるだけだから。そして彼がやられてるの他のお箱がいっぱいで吐くか。もうなんかでも起きたぞ。あー目をはい、うん、一般人は下がりなさいよ。上から離れて。こいつで決める。できるものなの。うん、おい。操られてるんじゃないか。二丁拳銃の人。爪が甘いぞフルカード。教官。だが、よくやった。はい。真面目。俺は今の。やっぱり。うん。操られてるよ、何者かに。俺今のフェリアうんが途中で助けてこう助けたのを悟られずにはけてったのが素敵だと思ったけどね。そうだね。そうだったのか。何か別の理由があって言ってんじゃないか。そうなのかな。昨日はご苦労だった。だが任務はこれからだ。今から詳細を説明する。我々連邦の目的はあのピラを停止させることだ。ピラ帝国のものとは聞いてますけど、そんなにヤバいんですかあれ。
お前も見た、リュンヌ周囲の荒野、あれはピラーが原因だ。やっぱりそうですよね。あれだけの装置、大地のマナに歪みが出る。全ては帝国があのピラーを作ってからです。マナのバランスが崩れて、草木は枯れ、獣は住処を失い、農作物は取れなくなりました。ほら、絶対にあれを止めなければなりません。彼が今回の護衛対象だ。軍研究部のニコラと申します。こいつも主人公なのかな。ニコラ氏の故郷。もう出てくる人は全員主人公だと考えよう。そうだね。今、リュンヌ周辺は人の住める土地じゃありません。この味。放置していたんですか。この町はピラーから供給されるマナに依存している。強引な破壊はできない。さっきのあの歯が欠けた子が主人公だったら大変だよね。我々ではコマンド叫ぶ、逃げる、感謝するとか、ね、まあ、自分から動けない。僕たちは完成させました。何を完成させた。これはピラーの制御キーです。これを最上階の制御装置に差し込めば、ピラーからのマナを止めることができます。うん、なるほど。こんなあれば、はい、リュンの周辺に緑が戻ります。なるほどね。だが最上階か。帝国もこのキーを必要としている。これはもともと先の戦いで押収し手を加えたものだ。なんでですか。元は帝国のもんなんだから、また作りゃいいんじゃ。彼らにはそれができない理由があります。理由？なんでだろう。帝国ではもう取れなくなった鉱石を使っているのです。つまり同じものは作れない。この町が奪われずに住んでいるのはそういうことだろうな。今まで連邦はピラーを止めるため様々な手を尽くしてきました。結果制御キーの解析に成功。しかしその情報が帝国に漏れてしまった。だが同時に我々は帝国が制御キーを取り戻しに来るという情報を掴んだ。つまりはピラー制御権の奪い合い。そうだ、奴らが来るのは時間の問題だ。今すぐピラーへ向かうぞ。だぞ、争うなよ、仲良くしてくれ。警戒しろ。帝国のものか。さすが勘がいいな。もう行けない。あ、上の昇降機から上がれ。開けるのね。あ、お前が来たか。帝国白老将アレクサンドラ・フォン・ゾンネ。なんて名前覚えられない。もう一人いるよね、階段にはいるよね。目がやばい。待てセリア。見覚えがあるか。あ、弟だ。お前。ほら。あ。幼馴染じゃないか。結構最近まで仲良かったな。ねえ。レオ、セリオ、滑舌いい。ほら、ほら、そこで？うわぁ。ここで終わり？久しぶりだね。帝国側に行ってしまったのだね、一人幼なじみは。なるほど。ありがとうございます。
どうでしょう、なんとなく世界観に触れられたと思うんですけれども、なんか質問とかあれば。いや、なんだろう、もちろんあれ21人は出てきてないじゃん。この中に、はい、その主人公、操れる主人公は何人いたんですか。まず赤い髪のレオと、あと幼馴染のセリア、はい、弓をやってたですね、はいはい、あと、はいはいはい、教官のリゼット、はい、と、あとあれあの今日リゼと戦ったアレクサンドラってあの金髪の女の子って言っていいのかわかんないですけど、と、幼馴染のユーゴですね、うん、出てきたので、これそれぞれストーリー進めていくといろいろ人物が出てきて、うん、あの相関関係とかも分かったりするんで、はいはい、そこら辺も、うん、あのあこのキャラちょっとやってみたいとかって思ったりする感じにはなっております。今キャラクター表を見せてもらってるけど、さっきの連邦世代ユール連邦とジルドラ帝国、帝国、はい、とね、冒険者っていうまた別のカテゴリーもいるんですよ。なるほど。こうどん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 出てきて絡んでいくわけですね、うん、そう。冒険者はちなみにどちらの軍にも属さず、裏でこれなんていうんだ、幻獣かな、幻獣ですね、幻獣、はい、あ、今見えてる、謎を。じゃあさっきゴリラは幻獣だね。そうです。そして色的に帝国に操られてた感じがするよ、帝国ピンクだから。あ、ゴリラが、ね、ちなみに、はい、ちなみにそのユール連、あ、ごめんなさい、ユール連邦っていうのはその幻獣から出るマナっていうなんかエネルギーなんですけど、うん、そのマナ、はい、幻獣となんかこう共存して、自然と共存して生きていこうっていうユール連邦と、うん、あの科学技術を駆使して、幻獣からマナを、まあ、エネルギーとしてあの発展してきたジルドラ帝国の戦いになります、うん、割とリアルな世界観にも通ずるものがあるという感じですかね、うん、まあ、どっちにもそれぞれの考え方があってしてるということですね。そうですね、カトゥーンみたいな、なんでさ何言ってってカトゥーンみたいなもんですね。なるほどね、うん、その場合はジンはどこに属するの。これ僕は冒険者ですね。なるほどね、確かにそうだね、はい、うん、まあ別に戦ってもないので、ね、ああ、はいはい、どちらの軍にも属さず裏で、ね、属さず、そうですね、はい、まあ、まあこの辺のにしとこう、もうこれの話は。はい、ということで、早速あのアニメにも出てきたあのレオフルカードって赤い髪の男の子なんですけど、うん、それのエピソードやっていきたいと思いますので、はい、全部でワンストーリーの中に4チャプターありますんで、高井くんとジン君で交互にプレイしていただきたいと思います、うん、まずは、ジン君から始めていきたいと思いますんで、高井くんはプレイ中チャチャをどんどん入れちゃってください。チャチャって、はい、高井ジン最初肝心だからね。いやいや肝心だよね、はい、ちなみに RPG とかやるとき、アイテムとか一個も取りこぼしたくないタイプだから、めっちゃ時間かかる。あ、もう俺もそのタイプ。あ、ほんと？俺もそう、うん、街中とか全部全部見る。だからなかなか進まないの。そうなんだよね、そうなんだよ。でもそれがさ、やっぱ昔はさできたけどさ、うん、今のやつってこのタイミングによって出てくるものが変わったりとか、イベントがあったりするんですか。あら、そうなんだ。そうだからね、全部回収ってできないんだよね。あ、いいね、使い方いいね。おい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 、勝てーなぁ、そっちにいけるだろ、ゴリ押しで。俺とユーゴならやれるよな、もちろんさ。どうね、雰囲気だね、暗いし、しめっとしてるし、操られてるね。いいからやるったらやるんだよ。上手っすね。いやいやいや、めっちゃうまい、軽やかだ。戦うの、戦うか話し合うかどっちかしら。コント、あ、ナイス。これってあの人のじゃない？潜伏中に
野生の獣にやられた。いやでも、あのヒーラーセリアが、セリアが死ぬ。おいおいおい、いいね。どんどんやって、どんどんやって。必殺技中でもちょっと、おー、いいすごい。教官の衣装が、教官ね、ほぼ着てなかったよ。肌の方が多かった面積。そうそうそう。わ、やっぱりなんか見えちゃった。すごい、すげえ動き。おかしくなった。わわわわわわ。じゃあスタートしていきましょう。いいですか。はい、はい、大丈夫です。お願いします。いや不安だわ。陣できんのゲーム。割と RPG うまいから。マジで。はい、ララら厳重に囲まれるよ。ちなみに、下の真ん中に攻撃ボタンがあるので、連打すると攻撃が始まります。うーん、連打出てきます。ちょっとまだまだまだ待ってて。周りなんて結局関係ねえんだよな。たとえ絶望的な結末が変わらないとしても、それでも最後まで気高く戦い抜くのがフルカード流ってもんだよな。うん、行け。はい、ここからスタートしていきます。ゲームがスタートしていきます。え、英雄の、なんて読むのこれ。卵たち。え、え、連打、連打、連打。あー、卵たち。キレキレキレ。やばいやばいやばい。方向転換で勝手に向かってってくれんだね。あー、はい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 。でもなんか十字キーみたいにもなってるから向き変えれるのかな。向き変えれます。あ、走れるわ。そう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 、あ、ダメ。そういうことです。はい、いや、なんか特殊能力っぽいのが右にいる。上で でかいの来たよ。はい、ちなみに右の今光ってる上のボタンは必殺技です。一番上がだろうね。安易に使うのよ。大丈夫、もうボス来たってことはもう終わるよ。おかげであの行商人の兄ちゃんが逃げる時間はもう十分に稼げたのし、あとはもう俺がどこまで気高く戦い抜けるかだな。こいつの歯はなんかいろいろ使えそうだよ。じゃあ張り切って最後の喧嘩を始めるとするか。うん、おい、あ、フェリア危ない。おい、あ、あれ、お、そういうことは過去だね、これはまだ。頑張ってください。あと2人もじゃ、はい、オートで上がってくれるのかな。よし、いきなり必殺技だと使うからお前。ダコにそんなダメージ与えてもしょうがないんだよ。あ、それはあの飛び道具ですね。もうそれ絶対回復だろう。いらないよまだ。はい、緑のは回復ですね。いったいったいった。緑は回復です。でかく出るね。早く終わらせたい。ちなみにジンク、あのフリックしてみてください。え、フリック、あのピッ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 、こう、あ、そうそうそう、こういうこと。あ、そこの、剣のマークからピッてフリックすると方向に回避行動します。そういうことです。回避だけですね。はいはいはい、そういうことです。はい、そういうことです。で、ちょっと長押しして話すと、あの、なんかあの
剣を突き刺す。はい、わかりました。強攻撃が。はい。もうね。上です、上です。ていうか、ジンさんも右の特殊能力一気に使ったから、どれが何か理解できなかったんだけど。あ、ごめん。ジン君、ちょっと画面がずれました。あ、こっちか。あれ？あ、こっちか。はいはいはい。すいません。はい。で、それで、柵のボタン、柵のところのボタンを、柵のボタンを押してもらって。もううるさいよ、スタッフ。俺にやらしてくれよ。わかりました。でも何も言いません。大丈夫です。お願いします。アイテムとか取りたいんだよ。ほら、料理を食べる。料理食べるとずっと出てるの。食べなさいよ。あ、これ回復ね。はい。はい。なんか、あれは、その下はあれだね。マジックポイントだね。これね。金めっちゃ貯まったな、一瞬で。あ、ごめんなさい、僕がやっちゃいました。やり込んじゃいました。お、なんでこれずっと料理を食べるが出てくるの？食べた方がいいの？うん、そんなに？もうでもま、あ、いや、これ回復だね。でも全開してるよ。なんかこれこれ。めっちゃ食べさせようとしてくるな。多分無視してる。おお、葉っぱが、葉っぱ、本当に葉っぱだった。葉っぱだった。葉っぱだね。何かに使うんだろうね。もうお前ほら面倒くさくなってるぞ。これ。ぜひ連続して。危ない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 。いやもう攻撃しろよ。避けてもしょうがない。危ない。これ防御で。危ない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 。武器。画面のあれは変えられないんだね、視点は。はい、このまんまです。ってことはちゃんと敵を画面の中に収めておかないと。あえて飛んでくるから。はい、はいはいはい。あんま奥行っちゃうみたいな感じ。そうだね。フリック、うん、回避アクション。え？いるよ、いるよ。なんかいるよ。すみません。あ、違う。このそうだね。弓矢打ってくんないんだね。あ、カウンター。ボタンをタップ。はい、タイミングよく。はい。まあ失敗です。はいはい。ああ、はいはい。おお、すごい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 。はい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 。ごめん。ちょっと二人そうね、手伝ってくれないんだね。うん。ほらなんか、カウンター。きれいきれいきれい。きっかけを貯めるなよすぐお前は。貯まるの時間かかるんだから。すみません。ちなみにあの敵を倒すと溜まってきます、必殺技のゲージは。あ、おお、なんだそれ。どうなるんだ。2つ必殺技があるんだ。この緑で何なんだろう。なんか緑は回復です。あ、回復しちゃった。8じゃん。あ、でもあれだ、あの回復し続けるやつだ。リジェネ的リジェネです、はい。ああ、獣の筋肉。筋肉、何この樽。気をつけろ、爆発するかもしれないぞ。攻撃してもらう。ああ、なるほどね。これこそじゃまさにもう樽という樽全部壊していかないと。我々は。はいはいはい、すいませんでした。理由を気をつけて。カウンター狙って、カウンター狙ったら任せて逃げるなよ。あいつらに任せる。お前主人公の意識が低い。ちょっと待って。いや、カウンター練習して、カウンター死ぬよあなたも、ね、これさ、じゃあ割とね、あ、こっち、あ、こっちだ。はいはいはい。お、奥行くと敵見えなくなっちゃうから。必殺は溜まってないからまだ。あれ、カウンター狙ってんだけどさ、出ないんだったらもう切っちゃえ。ほら、この人ばっか任せてるから。いくよ、もう行くよ。これなんか途中でアイテムとか落っこってんのかな。ディージー、ちょっと待って、飯食っときな。飯、武器みたいな。おお、ナイス。あの全開できんだよ。じゃあもうちょっと減ってからね。あ、なんだ、ハーブ。森タケノコ、森タケノコ。後ろ危ない。カウンターカウンターカウンター。おい、あー、やべ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 、あ、バカだバカだ、やば。これカウンター難しいよ。
相手もカウンターしてくるのかな。はいはいはい、ガルド割と左手も使うとやりやすい。危ない危ない危ない。違うよ、この画面に押さえめながらさ。あ、はい、すいません。斜め斜め、はいはいはい、縦にしよう縦にしよう、画面画面。今、必殺技が見えてる。反射が気になるな。ちょっとうまいことできない。ってこ、取ってこ、リフレッシュハブ。あ、なんこれ、お腹あるよ、気をつけてよ、調べて。あー、なるほどね。あるね。これ、今日、今はいいか。今、やんなくてもいいけど、やんなくてもいいけどさ、あの、ジン、あの、デモプレイだからさ、みんな見てんだからさ、うん、どういうのがあるよっていうのを 見せてよ。できるだけ早く敵を読めない。うん。うん、大丈夫、俺も読めない。OK。距離の問題じゃない。学力が問題。殲滅です、殲滅。殲滅ね。多分いっぱい出てくるよ、ミッションだから。で、それ成功すると、あれだよ、お金とか経験値がもらえる。はい、おしゃれ。ミッションスタート。20だよ、20。カウンター、カウンター、カウンター、カウンター。カウンター、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 どんどん切って。でもカウンター出たらすぐカウンター取りって。はいはいはい。でやばくなったら回収する。ああ、いいよいいよいいよ、俺うまい。あと9匹、あと9匹。手紙か。手紙か、おい。おい、いいじゃん。ほら、俺のエンブリオ。うん。手前側に移動してる、手前側に。ほら、奥いると手前側に。いやいや。切って、切って、切って。手前に移動して。怖い、怖い、怖い。ああ、帰った、帰った。もうやべやべ。これ。楽しいな、この辺が。タコからやった方がいい。なんかからこういう時は後ろからやられるから。切って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 。ほら、でかいの必殺技に頼るな、お前。おい、おい、おい、いけたいけたいけた。オッケーオッケーオッケー。おっ、いいじゃん、ほら50秒。なるほどね。こういうのがどんどん難しいやつが出てくるってことね。そうだね。でもほら、なんかいろいろ買う必要が出てくるから、そういう時はこうミッションを積極的にやってない。そうだね。お金持っといた方がいいもんね。そろそろ森を抜けそうだね。お、森抜けそうだってよ。この草原の先に村があるのか。うん。そのはずよ。それで今回はどうしてあなたは。たったは半分の1ぐらい。ああ、なんか。マジか。真っ青な顔して荷車引いた強盗人の兄ちゃんが。どんなん来て。でもなんか、でもなんか、いや、さっきのミッションミッションとかさ、うん、爽快感が倒してからやるんだよ。え、攻撃してきてるじゃん、ほら遠くから攻撃してきてる。じゃあ全然打てるやんがさ、仲間がめっちゃ食らってくれてる。仲間はでも多分死なないね。今見てこれ仲間は死なないし、もうなんかよく小麦粉と白米取ったよ。小麦粉はやめた方がいいって聞いたんだ。大丈夫大丈夫、危ない危ない。赤いのが出たときは飛んでくるからね。あ、でもこのさ、フリックあるじゃん、これ。うん。こういうの使いこなしたら、うん。もっと楽になりそう。じゃあ練習して。今こう敵がいないときにさ、できるから。そう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 。あ、来た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 。さあ、フリック。ほらほら。そうそうそう、この、何回切れてる？ちょっと一回、必殺押そうとするのよ。あの、ちょっと、一回さ、この連打したら何回切る？この人。1、2、3、3だよ。で、その後ちょっと隙が出るから、そういう時に、あの、回避すればいいんだよ。あ、フリックするみたいなね。うん、フリック。2、3、フリック。そう。ああ、はい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 。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。軽やかになったよ、なんか。うん。
そう、それちょっと実践するわ。うん。あれ？いっぱいいるから囲まれるからね。そういう時にき3クリック1、2、3、1で1で1回収。あの発明が強いんだから。必殺。ほらでかいのに取っとかないから。やべやべやべ、でかいの来た。食べる食べる。戦い中に飯食うのね。逃げてから食えよ。あ、カウンター。カウンターいた。カウンターいた。してきて、いいよ。よいしょ。うわぁ、ドキドキするな。ね、これ携帯のゲームなの？そういえば。スマホゲームです。あ、スマホはゲームなんだ。はい。なんかプレステとかじゃないんじゃん。テイルズ・オブは、あの、多分家庭用ゲーム機とかで出てるのに、シリーズもありますね。最新作は、スマホのゲームです。あ、なるほど。これ、もうなんか、電車とか降りるとこ過ぎちゃいそうだね、これ、こんなのとか。これは気をつけてください。うん、ずーっと電車の中でやってそうだな。あ、時間をね、だから見て、これは5分5分10分の時はやめてください。そうだね。めっちゃ転がってる。いいよいいよ、お前らには切らせねえぞというその意気込みを感じるよ。俺がやると、人間切るからね。うん。めっちゃ笑ってる。半分来ましたね。私たち三人は昔からの幼馴染だけど、それと同時に今年から晴れて連邦のイーディス騎士学校のブレイズに所属する生徒。いいさ、でも今ここまで見たけど絶対下手だよ。いや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 、ちょっと慣れるのに時間がかかるだけで、割ともう慣れたらすごいよ。いいわ、続けるわよ。今でも慣れてきたからちょっと見てたよ。うん、分かった。2番目の必殺技はどんな効果だった？あれはね、月だね。ついてたね。月だね。いや、ちょっと超必殺技があの上のやつだね。範囲も広くて。そうだね。さすがに世界平和は担わされてないけど、でも実際エンブリオってすごいよな。だってマナを操れちゃうんだぜ。あと半分で2つ相手。それまでの訓練は私でもないけど、走らせてくれないんだ。ところが合ってるじゃん。泥だらけになっちゃうよ。やべやべやべ、飯。え、お、まだいるじゃん。ちなみにジンさ、回復はさ、その飯は限りがあるから、なるべくその魔法で。これリゼネ？今はいいよ、ね、展開してんのに。それはさ、何なんだろう。はい。それもね、あの回復です。え、このこれだよ。はい、回復です。あ、めっちゃ回復する。取っといて。はい。これあれか、スタッフが…なんで？スタッフがやり込んだからこんなあるだけで、本当はこんなないのかな。そういう意味で言うと、僕がカレー 10個ぐらい食べちゃいました。なるほど。なんで、追加しておきました、それを。これ何なんだろう。こういうところをね、隅々まで見たいタイプなんだよね。多分ね、だってあんな分かりやすく箱とか樽があるってことは、見えないけど落ちてるってアイテムはないんじゃない？ああ、そういうこと。ここに今どうやったの？今の。え？今のどうやったの？バーって月。これ？あれ？長押し。さっきそんな進まなかったよね。溜めてる時間によって。多分ね、このグリーンのとこ行けないんだよ。それは知ってる。誰もが知っている。本当に？
で、これを、うん、ほら、声強いね。ほら、ほら、ほら、そんな獣道まであるんだね。なんかでもありそうだね、ほんとそこ。ありそうだよね。真ん中は真ん中、そこの。なんもない。ないね。こっちか。あ、違う、こっちか。任せた。マップはないの？マップはないですね。大丈夫か、そんな一人でガンガンいて。仲間が置いて、置いてくれたぞ。あ、月を覚えたから。お、うん、なんだこれ。あ、なんだこれ。回ってて。おお、取んない、取んない。大丈夫、取らない。あ、おお、拳銃のかけらだよ。やば。おお、やばい、やばい。なんだ。好きなの。いいけど、パーするとたまるから。おカウンター。カウンター。やった。このカウンターむずいよ、結構。っていうかね、気づくの遅いんだよね、じ。遅い？遅い？うん。どこ見てんだろうって思う。なんかね、今、はい。あら、そうか。あれ。はいはいはい。うん、敵がちょっとずつ強くなってきてるね。強くなってきてるな、敵が。あ、なんかある。あっ、こんなスマホゲームあるんだね。あったね。すごいな。こんなの携帯で生きてるの。いいよ、さ。お、お、やばいな。フリックフリック。あ、着いたよ。来たよ。あ、目的地っぽいよ、ちょっと。やばいやばいやば。待って。おやべ。必殺技がない。さっき使ったんだってイノシシ一匹に取っとかないと。いやいやいや。光ると押したくなっちゃうんだな。あぶないあぶない。その右のやつ先に倒しな。どこ右？それ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 、飛ばしてくるやつ。なんかイノシシがすげえさっきより速いんだけど。オッケーオッケー、倒した。ほら、これ厄介だ、こいつ飛ばしてくるやつ。いいじゃん。やべ、あかんね。誰にも。お、なんか飛んだ。ねえ、今なんかできたね。どうやってやんの？そういうのをさ、知りたいんだけど、ジン。こうやったらこれができたっていうのは。ずっとさ、回避と連打だからさ、俺、全然戦い方が分かってないんだよ、今。じゃあ、この切ってる間にこうフリックをしたら飛ぶのかなとか、うん、なんか突き合ってタイミングよく飛んだりしますね。ちょっとあんまり飛ばしたなって。あれ、トントントン。あ、うん、そういうのをさ試してほしいんだよね。あれ、来た来た来た。
なんだ、と、飛ばないやん。死ぬ死ぬ死ぬ、溜まってるうち、溜まってるよ。やばい、溜まってる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 。あ、なんだよ、誰もいないよ。もう一個溜まってる、もう一個溜まってる。あれ、誰もいない。誰もいない。終わってんやん。終わってるじゃん。回復しといて、ほら、魔法、魔法、一番下のやつ。あ、そうね、そうね。リジェン。敵よ、敵の間に徐々に回復して。はい。ただ、あんまり回復しないから。あれ？これも強くできるんじゃないのかな、あとから。もう一気にいったね。これは。俺さっきどうやって飛んだのかわかんないんだよな。ビッグ。長押しして突き合ってタイミングよくボタンを押して飛んだりする感じでしたね。連打じゃない、連打。タイミングよくパッパッみたいにやってみたら、はいはい、いやむ、はいはい、難しい、はいはい、あ、おい、来た来た来た。あー、だいたいそういうもんだよ。タイミングよくってあ、やった、現状のかけら。ね、ちょっと仲間に任せてさ、何一人で遊んでんの。さっきのさ、いいよ、稲刈りは。いくよ、もうマスターしたから。見えてないよ、敵が。ちゃんと、ほら、画面内に出て。はい、はい。はい、はい。はい、はい。違う、ちょっと早い。ついて、はい。ついて、はい。ちょっと早い、やば。できない。じゃあ、やらないとやんないかもしれないですね、ひょっとしたら。うん。いいよ、取って、葉っぱ。葉っぱめっちゃあるけどさ、まああるわな、葉っぱだから。何に使うの？薬草的な感じになるのか。なんかあの、料理が作れるらしいんですけど、それの材料とかですよ、ね、今。うん。単体ではあまり意味がないもの。ジン、それ敵がいるときに練習してみなよ、せっかくだから。あの飛ぶやつ。実はね、さっきからずっとやろうとしてんだけど、なかなか、あ、やっば、はい、最後の方ですね、もう。お、やってくれた。連邦のものです。まだ連邦じゃないかった。あ、セリア、セリアじゃないの。ということは敵がいっぱい来るよ。はいはいはい。ジャンプやるよ。必殺技ないでしょう。さっき使っちゃったから。かっこ。近距離で貯めるのやめてくれる？ちょっと。怖いから。はい。これで多分ね。はいはい。ぐらいだよ。はいはい。はいはい。できない。今早いんだよ、全部。イノシシいっぱい出てきました、イノシシ。ああ、くるくる回避して回避。もうすっげえ。もう今、これボス来る流れだよ、あんた。あ、できた。できた、できた。できた、はい。うわ、ほら、でかい。わかった。わかった。わかった、わかった、わかった。わかった、やって、それ、うん。強いから、絶対。いくよ。チャプター1、終盤です。でも敵が弱いから。ミシェルが出てきた。ミシェル出てきた。魔法使い。うん、この感じはヒーラーだね。そうです。後ろから飛ばしてくるんじゃないの。あっ、べっ。あれ、べっ。距離よ、距離。やばい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 。
やだ。あ、回復しよう。それやってよ、あの上がるやつ。はい。はい、はい。あ、できた。それ。当たんね。おら、これいいじゃん。それやって。やべ。死ね。近い時はもう連絡しちゃいないよ。なんだこいつ。お、いいね、やっぱ。来てくれるね。多分彼女が近くにいる時は大丈夫だ。あの円の中にいる時は回復する。これでチャプター1が。本当だよ。いえ、そんなことは。はい、で、チャプター1が終わりですね。で、チャプター2になりますんで、これで交代します。一回ちょっと。はい。はい。ジン、全然わかんなかった。うそ。はい。わかんなかった、あなたな。だいぶ、うまくやれてたと思ってたんだけど。まあいいや、ちょっと見つけよう、自分で見つけよう。でもね、うん、スマホでこんなゲームできんだっていう、ちょっと感動してた。なんかこんなクオリティのやつあんの今。そうね、どんどん上がっていってるよね。すごいね。通信だからね、ああできることがすごい、ね、アップデートもどんどんされるしね。うんうんうん。だし、これ21人でしょ、主人公。うん。めちゃめちゃやりがいがありそうだよね。そうですよ。だちゃんと、みんなすごい人数で頑張ってやってんだから、ちゃんと課金してくださいよ。じゃあ、山田さん、チャプター2を進めてってください。お願いします。さっきの子。みんな大丈夫だった？ああ。セリアもお疲れ様。さっきの女性も大丈夫だったようだね。ええ、おかげさまで。あ、ミシェルも合流できてたんだ。はい。先ほどはお二人の窮状を知らせてくれてありがとうございました。お礼を言うのはこっちよ。あなたが私の疲労を気遣って代わりに向かってくれたから、この二人も助かったんだしね、レオ。ああ、まあな。はあ、喉が渇いたぜ。じゃあ、そこの酒場で何か頼みましょうか。あ、でもお酒はダメだからね。そうだね、お酒は大人になってからじゃないと。ああ、わかってるよ。あの、ね、フルカードさんは問題ありませんか？ああ、この通りピンピンしてるよ。ありがとう、ミシェルちゃん。あ、はい。ん？っていうかレオ、あんた相変わらずミシェルにだけはちゃん付けしてるのね。まったく、わかりやすい男よね。うっさいな。これはそういうんじゃねえんだよ、マジで。へえ、お前らな。先ほどはありがとうございました。怪我とかなかったですか？はい、おかげさまで。ここが分かるのかい、先回りして。はい、こういうの全部入りたいタイプね、高木。あ、ちなみにボタン押すと話しかけれます。はい。お、幻獣のかけらあったよ。うん。何なんだろう、幻獣のかけらに何するんだろう。かけらだからね、ある程度集めたら何かできるのかね。リゼット教官。ああ、ようやくお前たちも来たのか。あ、来た。
それにしても旅館ずいぶんと遅かったな。旅館薄着だな。遅かった旅館は強いから大丈夫だ、ね、学校を出た際には特にこの村への立ち寄りは指示されていなかったはずですが。それはそうだが、少しでも調査活動をしたならばこの村の方へ逃亡犯が向かったという情報はすぐに仕入れられたはずだがな。はあ、少しでも調査活動をしたならですか。なんだよ、俺はこんな場所で大声を出すな。店に迷惑だろ。言い訳なら表でたっぷり聞いてやる。うわ、優しい、はい、それで教官がなぜ自らここに。いや何、お前たち以外の犯科が次々に、教官左足に入ってる、ね、逃亡犯の目撃情報が上がってきたからな。それでうちも重い、先輩方は今なんだっけ、緑のやつ。皆さんでしたらすでに周辺の探索、首に入ってるこの人。これヒーラーの主人公になり得るのかな。なんてヒーラー、あの回復の子。そうだね、あの子も主人公になり得るのかな。だってここに入ってたよ、この緑のやつ、エンブリオ。うん、ダメだ、覚えられない俺そういう言葉が。エンブリオ、エンブリオ持ってるって言ったじゃん。持ってる、高いの持ってんでしょ、エンブリオ。俺まだ見つけられてないのよ。ジンはどうされたら、くるぶしについてんだろ。おお、ま、もうまさにまさに先言われてもうどうしていいか分かんないわ。プリッとしててシャキッとしてて、プリッとしててシャキッとしてるぐらいですか。あなたも食べたいの。サクフワじゃないのこれ。ああ、それシャキッとするね。うわー、俺グルテンフリーやってっからな。ごめん、タケノコの後聞き逃して何がプリッとしてるんだ。あ、プリシャキ食感の贅沢ライスコロッケレシピ。これがこれ作るところはあるってこと。ファイバーローブ。タケ、あ、刻んだキノコとタケノコとハム。なるほどね。じゃあキノコもとかハムがプリッとしてるのかな。なるほどです。ありがとうございます。レシピ。会話を聞き逃したくない。なんか非常に何か。あ、あれだ。あ、そうか。シークレットミッションか。やってやって。やってやろう。50個。グミを集める。時間じゃないよ。なんか拾う集めるよこれ。わわわわ、ちょっと難しそうだな、これ。俺まだ動き慣れてないのよ。もうだって絶対行く順番があるはずなんだよ。ルートが正しい。フリック使えばいいな、フリック。敵は無視する。こういう時は無視します。やばい、時間が。あ、でも意外と時間がある。あと半分。これで半分だって。これでどっかね、きっとね、見当たらないとか影にあるんだよ。左の奥とか、あ、そうだね、うんうん、あと9個ってことは、邪魔だ、バカ野郎いうことはもう手前しかないです。そして聞いたから10秒。ああ、こっちね。1個しかない。あ、今奥に見えたけども間に合わない。あ、クリア。でもあと7個だった。ああ、なるほどね。これ全部集めないと A になんないんだ。むずい。そうだね。この、そしたらなんかブルーのやつがもらえる。あのブルーのやつは何なんだ。ね、お金よりも価値のある、うん、ダイヤ。さあ
でも絶対この人じゃん。お、わかるのか。ああ、同じような制服を着た奴らが、うん、ワンサがやってきたからな。なんでも帝国兵のスパイが逃げ出したんだって。おっさん、何か知らないか。いや、俺は何も。だろうね。でもまあ、こんな村に住んでると忘れちまうこともあるが、うん、今は連邦と帝国が争ってるんだよ。あ、じゃあもうこの時点であるんだね。もうこの人はね、ここに立ってる時点で多分あんま重要なこと言わないなと思ったら。でも話しかけちゃうよね。うん。ああ、いたいたいた。出てきてる。本当だ。具体的にこの辺りで身を隠せるとしたら、うん、ルシアン先輩とバネッサ先輩が調査しているアンスワン森林とイェルシー先輩とマクシム先輩が向かった、うん、もう覚えられない。冥境の洞窟という洞窟ですね。洞窟とし、なら追いかけますよ、先輩たちを。冥境の洞窟に少しでもあがけるならあがきたいんで、俺たち。そうか。それは一応さ、森林から先に言ったんだから森林からカードと同意見と見ていいか。残念ながらそうですね。僕も結局のところ諦めの悪い子供なんで。だね。行きますよ、私も。そうか、そこまで言うなら、お前たちの班は好きにやってみるがいい。ありがとうございます。はい、うん、あ、そっち行くの。じゃあ、次はこっちついていくよ。そうだね。方向を閉める。え、何？ちょっと待って、先に行くからそっちだと思うじゃん。自分が…なんで先行くのよ。ほら、めっちゃ先行くの、こっちだと思うじゃん、これ。全然、この行く場所を教えてくれるわけじゃないんだね。いや、もうこっちのドアだろ、さっき。自分がリードしてるんだね。ああ、ほらほら、もうそれっぽい人いたよ。はいはいはい。お、誰かと思えば騎士学校のひよっこちゃんたちじゃねえの。あんたは。あんたって、おいおい、ひでえな、忘れちまったのかよ。いいね、こういう脱力キャラ好きだ。入学式で挨拶したじゃねえか。俺はガスパル・エルベ。お前らひよっこ騎士の偉大なる反面教師だ。いいね。そうそう、反面教師で、それ何ゼリゼットよ。強いよ、でもこういう人は。充実だ。強いね、こういうタイプは。そいつは一応、ほら、ちょっとこう、ナルトでいうカカシ的なさ、立ち位置の人、相当強いな。組織図上だけで言えば、そこそこ上の地位に当たるな。そういう意味では確かにお前たちからすれば、本来深い敬意を持って接すべき人間ではある。気にしないのよ。だろう、言ってやれよ、リゼット。ヨッコちゃんたちに俺を前にしたらまず敬礼すべきだと、うん、だが安心しろ、お前たち。私、リゼット・レニエが今ここに宣言しよう。今ここで宣言。私が指揮するフレイズの生徒に限っては、うん、今後、うん、この男に一切の敬意を払う必要はないと。何があったんだよ、君たち。それによってもし問題が生じるようであれば、その全責任は私が負うと。おい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 、なんかあったね。ここで謎の男気見せちゃってんの、リゼットさんや。大人の市場をこう生徒たちにあんま落ち込まないでほしい。人生を無駄にするな。でも惑うから。了解です、了解です。素直でいい。まあ、本当君はいつでも素直でいいね。はいとかね、元気な返事ってやっぱ大事だね。大事だよ。最近ないよね、若い子。してね、出て行きやがったあいつら。どういう教育してんだ、リゼット。俺だって今回は立派に任務で。ああ、ミシェル、すまないが
村内の見回りを頼む。いや、露骨に生徒を俺から遠ざけるのやめてくれる？おい、リゼット、マジで今日は役立つ情報だな。無視性的に無視です。さあ、また森に帰ってきたな。先生はいろんなことを教えてくれる。もう先に行ってるんだよね。そうだね。後輩だからといって。はいはい、それ、あー、ほう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 。わ、新しいの出てきたね。ね、すぐできる。上手、上手。一発だ。できる。一発でできる。すぐできる。一発でジャンプ切りできたよ。ここだ。このおじさん。もうちょっと早くか。すごいね。敵がいないと。敵がそうっぽいですね。そもそも俺たちって具体的にどんなやつ探せばいいんだ。はい。これは勝手に来るんだね。逃亡犯のその時判明していた限りの外見的特徴を教えられたでしょ。そうだっけな。いける？お、いける。何かあるでしょう。イエーイ。あ、宝箱。うわ、1万ガルド。奥にあれがあるよ。なんか、うまいね。うん、任せる。動きがジンクと違う。なんか、ちょっと操作うまくない？あ、やばい、やばい。ちょっと、あれができない。あ、なるほどね。これ動きが遅くなる。やめてー。これやったら取れるでしょ。ほら、難しいね、でも確かに。あ、危ない。うカウンター難しくない？うん、タイミング。あれが、これが意外と難しいわ。フリック。でもさすがにもう目立つコートは脱いでいるだろうけど。あ、必殺技。じゃあ結局何を探せばいいのかよくわかんないじゃねえかよ。でもまあ、おい、やめろ俺の友達を。変な気持ち悪い虫。必殺技使わないタイプなんだね。必殺技いいよまだ。繋がってたか。なんかアニメ仕立てだからさ、見てても面白いね。教官が厳しく指導してくれたおかげで今の僕たちがあるんだ。むしろ感謝しないと。ね、すごい。俺はやっぱその必殺技使わなくてイライラしてるんだよ。いや、これザコに必殺技使わないでしょすげえ訴えてんのに。必殺技のボタンが。うわぁ、うまくない？ジャンプ切り。あら、おいおい、これってあの人のじゃない？潜伏中に野生の獣にやられた。いや、でもいや、あのヒーラー。二人とも交代して。あ、でもそうか、あれムービー出てきたな。来た。あとあのムービーで出てた強いぞこいつは。まさか。あ、間違った。ボスっぽいね。強いね。必殺技でしょ。なんらおかしくない獰猛な獣だ。気をつけて。おう。お、やばい。クリアしたね。
これ必殺技使ってくんないわけ今でしょ。何おぉやばいやばいやばい。あ、回復回復回復イエス。強い、体力でかいな。強いね。おいおいおい、勝てーな。頑張れ頑張れ。おい、あ、大丈夫だねこれ。なるほどね。あら回復。回避中は多分持ってきて、何お前もかきついもの。あっ、おー、かぶった決まりました。お、決まった。さ、うわ、何気にジャンプ切り入れてきてる、こいつ。やだ、あれ、回避がうまく出せないね。うぐい、うまいね。ああ、危ない。あ、おお、あと体力3分の1が今度クリアね。無敵じゃないのかな最初は。やばい、あ、舐めてる。おうおうおう、なるほど。あ、間違った。はい、ちょっと戻ったら得意だ。うん、頑張りなさい。おお、来た来た。なるほどね。折り押しする、これジャンプ切りマスターしてる、こいついけるだろ、折り押しで。よし、倒した。ひー、強い。強かったね。結構回復いっぱいあってよかった。ねえ。来るんでしょ。もうやめて。でも大丈夫これ。やだやだ。お。またニューキャラクター。新入生。うい。わ。先輩、どうしてここに。それはこちらのセリフだ。レオ、この森の調査は私たちに任されていたはずだが。人気出そうなキャラクターは、うん、僕たちはそれの応援とでも言いますか。それにしても相変わらず凄まじいですね。あんだけ硬かったやつ一気に倒したよ。エリートクラス生たるものこの程度はできて当然だ。ですよね、リュシアン。わ、さすがに当然ではないですね。エリートクラスは白着てるの。あなたの戦闘能力は私たちの中でも群を抜いていますよ。でもさっきのね、傷、血がついてたの服、はい、白だったよ。エリート組は白なんだね。うん、な感じだね。血液の付着の仕方がちょっと不自然ですね。うん、明らかな作為を感じます。なるほど。それは罠ということですか。おそらくはおおよそ追手と獣を発動する。強そうな剣持ってるね。といったところでしょう。追われているにもかかわらず冷静さを失っていない。やはり厄介だな。あまり敵に回したくない相手です。確かに、うん、5人になった。ああ、そうか。何にせよやはりこの森は外れだったわけだですね。ただああいう罠を仕掛けるということは追い詰められている証拠でもありますので、未だこの
この周辺に潜んでいる可能性はありますね。なるほど。ではどうしましょう。私とバネッサさんは引き続きここに。そうですか。一人は来てほしいですけどね。君たちの班は自由に他の場所を調査してきてください。はい。それは確かに俺たち的にも願ったり叶ったりですか。そうですか。ああ、構わない。強いみたいな。行け。恐れ入ります。では行ってまいります。うん、もう気が進まないな。あのジャンプ切りどうやってやるの？え？タイミング的にどうやってやるの？ジャンプ切り。あ、チャプター3になった。はい。おい。じゃあちょっとチャプター3になったんで入れ替えます。大臣、俺もこの目の前に強そうなのが明らかにいたよ。はい。あ、リザード系。オッケー。なんか回避が難しいね。でもなんか高行のチャプター2の方が難しそうだったね。どんどん難しくなるっしょ。じゃあ、あのボスが結構強いっす。だよね。だから、はい、こういう順番に俺が一番で高行がチャプター2の理由がちょっと分かった気がした。分かりました。確かに。多分死んでたね、ジンだったら。うん、多分ね。死んでましたね。俺と高行の何が違うんだろう。危機感じゃない。危機感。うん、だってジンはさ、別にこれどうせゲームだから死んでもいいと思ってるでしょ。心の入れ方ってことか。そうそう、な、俺も 俺だと思ってやってるからね、あそこにいるのは。ちょっと俺そのつもりでやってみれば。うん、そうね、それ大事だよ。うん、ちょっと違ったわ、心意気が。ちゃんと、なるほど、自分だと思って。分かった。ただちなみに、ちょっとここでですね、はい、ただいまキャンペーン中でですね、はい、2月の9日までなんですけど、強い装備が入手できまして、はい、今もう手に入れてあるんですけど、それを実際に装着してみようと思います。ちなみにさっき使ってた、皆さんが使ってた必殺技がめちゃくちゃ強くなります。で、ジク、レオの、はい、カードいいですか。レオをそれを押してもらって、はい、それであの白い衣装が、あの強い衣装なんで、それを押してもらって、はいはい、それで装備してもらって、はい、で、そうするとですね、ヒロギンとこクリックもう一回できます。これ、そうするとそれが選べるようになってて、で、その必殺技の名前も多分変わると思うんですけど、多分斬撃がめちゃくちゃ多くなる感じですね。もう15から45。はい、9連の技ですね、それ斬撃が。9連。はい。すごい。はい。はい、チャプター3スタートで。必殺技がめちゃくちゃ強くなってます、それで。大事にしてよ。はい。OK。ここから先は荒野になってるのか。もともとここも緑ある土地だったんだよ。それが帝国の侵攻によって荒野化しちゃったんだよね。なるほどな。お、かけら。僕たちの森が失われる前に帝国を止めないとね。ああ、分かってるさ。やった。なんだ。香辛料の。歩くのめんどくさがるね。本気でやってるのかい。
できた、できた。このタイミングね、はい、このタイミングね、ゴルフみたいなの、おぉ、掴みましたね、はい、逆からだ、逆から回って。さっきのバネッサ先輩だけどさ、ちなみにゴルフのどういうタイミング？本当すごかったよ。ゴルフのドライバーの。そうよね。うん。ちょっとそれで。私1年や2年後にああ慣れてる自信ないな。次やる。リュシアン先輩もあれかあれ以上の強さだもんな。ドライバーのためみたいな。先輩たちはすごいけど。うん。僕たちは僕たちで今できることをするしかないだろう。そう。ドライバー苦手なの。でもできるようになったからやったらそれ大事よ、ボス戦とかで大事だね。攻撃力強いから間距離詰めれるし、あ、いいね、使い方いいね。おい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 、いいね、いいね、いるよ、まだいるよ。どういったよ。これほら、わかる、危ない危ない、近くで溜めたら危ないよ。あれ、おいおい、いいね。あれ、あ、この荒野の先にある洞窟に向かったのが、なんで、あれに行ったんだろう。9発もいらないだろうな。うわ、強いね。どうしたの？すげえ。いや、あの人ってグイグイ来るだろう。確かに人との距離感は近い女性かもね。まあレオのタイプはミシェルみたいなおっとりした子だもんね。そんなことねえよ。来た来た来た。だと。おお、気づかなかった。やった。なんだ。小麦粉。小麦だ。俺グルテンフリーだった。大丈夫、レオは大丈夫。レオだ。行くぜ。シャダンのや。だ。でや。でや。はあ。でや。まず嘘でしょ。せ。だれ。カウンタントーニング練習。いいね、いいね、いい敵入ってた。どんどん来るよ。ちょっと彼女の近くにいて。油断せずに行くよ、レオ。おお、すごい。危ないよ、体力減ってる、どんどん。どうだ？そうそう。溶けそうか？そこの近くにいて、来たやつをどんどん。あと少し待って。やっそら！セリア。セリア。囲まれてる。誰？レオ。まだ気を抜いちゃダメだよ。んなことは分かってるよ。行くぞ、行くぞ、行くぞ。なんかすごい入って結構すぐ溜まんない。もう溜まったんだ。解除できたわ。よし、行こう。一体なんだったのよ。敵をいっぱい倒すとすぐ溜まる感じ。逃亡犯の仕掛けた罠かもしれないね。まったく、姑息な手を使うやつね。そうだね。もういいね。大事に至らなくてよかったよ。任務中に気を抜いてるからだぞ、セリア。うるさいわね。
あんたに言われたくないわよ。見えてるわ、見えてるわ。よいしょ。ジャンプ切りがタイミングが。ちなみに敵は倒さなくてもあのゲームは進行。さっきの場所に罠があったってことは、逃亡犯はこの先にいるのか。おそらくね。それに他にも何か仕掛けられてる可能性もある。だってよセリア、どんなこと。気をつけろよ、お前危なっかしいんだから。わかってるわよ。やった。あれ行けないね。行くぜ行くぜ。何はぁはっ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 。獣だらけの森を一人で抜ける力もある。戦闘もできて頭もいいか、うん、なんかリゼット教官みたいだな。ちょっとさ、敵が死んじゃってるといかないのかもしれない。敵、割と早めなのかな。洞窟があるのってこの門の近くだよね。そうだね、左にある脇道から行けるはずだよ。じゃあ門を抜けると何があるんだ。そっちには小高い丘が続いているよ。ほんと何にも知らないのねレオって。もう会話中だから行ける。うるせえな、ただの確認だよ確認。あ、行けるこっちだ。ここを通るの。なんだセリア、ビビってるのか。そんなわけないでしょ。やった、もうすぐ洞窟の入り口だな。洞窟の入り口だね。洞窟の中は視界も悪いと思うし、何が出るかもわからないから。おいおい、こいつら洞窟の門番気取りかよ。なら、こじ開けさせてもらうぜ。いや、これからみんな帰るか。どこっすか。せいや、どりゃー、いくぜー。しゃあ、洞窟こじ開けたぜ。これでいよいよ調査開始ね。ういなんか嫌な雰囲気だよな。そうね、暗いし、ね、ジメッとしてるし。週刊誌に撮られて事務所行った時の。まだ洞窟に入ったばかりだよ。呼び出されてちょっとそれはよくわかんない。進むしかないよな。怖かった。イエルシー君、なんかあるなって思ったね。君というやつはどうしてそうフラフラしているんだ。やばいな。いいかい、この班におけるリーダーはあくまでこの僕なんだぞ。つまりルートの選択権はこの僕に。この厳重のかけらの使い道がこっちの道なんか面白そう。レベルの下のとこタップしてみたら。レベルの下、マキ先輩早く。なんかアイテムとかない。あー、なるほど、重要だ。聞く、聞きの。おやおや、また分岐っすか。そんなら、こっち。はい、決定。なあ、エルシー君、君は一体何を根拠にルートを決めているんだ。私の大事なお友達が教えてくれるのさ。それって例の親友のことだよな。
洞窟に救う別の何かが手招いているわけじゃ。あれ、マキ先輩、膝ガクガクだ。おお、飛び道具やだね。やん、やっぱり先輩たちの声だ。お、ここ通れそうだぞ。なんだこの獣たち、突然人の姿に変身したぞ。あー、ねえねえねえ、懐かしいの。あれ、変わった変わった。マッキ先輩、この子チルチルですよ。チルチルってなんだ。やばい、ほらアムル天将領に結構いるやつですよ。アムルって君の故郷か。なんかこのクリスタルもね、19分の6ってなってるの。ウーチルチルグドゥフンって言うんだけど、あれが幻獣のかけらとかって6個取った。まあ多分あれじゃないですか、この面に19個あって6個取れてるってことで。ああ、これがもうほんとそっくりでやりにくいんだよね。記憶を元に変身する。まだまだ先が長いってことだよね。どういう理屈でそんなことができるんだね。なんか、ね、小さなメダル的なやつ、なんか隠し。ファンタジックで素敵だから。というのが私的な見解かな。絶対そんなんじゃねえ。あー、ユッコだ。ニグもだいぶ上手になってきた感じ。誰、ユッコ。割ともうていうか偽物でしょ。化け物でしょ。なんだこいつは。もうやばい、なんかやばいの来たよ。先輩たちが言ってたあれじゃない。人型に変身する獣っていうの。もういない、もう誰もいない、そこに。これで先に進めるな。でも危なかった。なんか行き止まりになってない。マジかよ。どっか隙間とかねえのかな。おった、あのうちとかいう獣、本当に人に化けるんだな。ああ、かなり本物の生徒に近かったね。惑わされないようにしないと。おーい、帝国の人、そこにいる？さりきの。急に大声出すなよ。なるほど、進めない。行けない、行けない。左だ。じゃなくて、敵がいたらどうするんだ。そこはもう普通に出てきてもらったらよくないですか。よくないですよ。ダメか。不意打ち食らったらどうするつもりなんだ。まあそこはなんとか。夢中になっちゃう。先輩の腕前も頼りになるわけだしさ。マジで単純にゲームを楽しんでるだけなんだけど、大丈夫か。素晴らしい。大丈夫、大丈夫。じゃなくて、やっそら、ほら。椅子のところに行きたい。マッキ先輩、意外と慎重派ですよね。私も安心して背中を任せられるぜ。まったく君はどうにも重みに欠ける。いいかね、僕は名門アセルマン家の次男だ。その僕と共に歩む者も最低限の威厳をだな。やった。あれ、いけない。うん、左上。あ、また橋だ。でぇー、はぁー、いったほっ、でぇー、こい。おい、ガトツ一択で行くね。そんな、くぜー、やれやれ。でぇー、なれ、できない。トン無視する。もうボスを戦いたい。ボスじゃない。俺がさ、俺がザコと戦ってるのを
見せてね。うん、これやばい。やばいやつ来た。何呪われてる？またこいつ。何か喋ってるみたいだけど。これは帝国なまり。ということは。やるぞ。二人とも。レオ。待って、レオ。もしかしたらこれは例の逃亡犯の手がかりに。操られてるね。いいから。やるったらやるんだよ。ちょっとレオ、一体どうしたっていうの。くそ。いいね。レオ、聞いてるのかい。これは手がかりに。ダメよユーゴ。あ、なんだなんだ。やっぱなんか取り憑かれてるね、うん、強いな今の必殺技。やっぱ、はあ、うん、せっかくの手がかりが消えてしまった。もうなんで先走るかな。レオ、逃亡犯につながる証拠だったかもしれないのに。悪い。うへー、まただよ。マッキ先輩、私も飽き気味。僕だってうんざりだ。全く何体いるんだ。先輩方、俺たちは慣れ慣れしいぞ。偽物の分際で戦うか話し合うかどっちかしら。いいこと書いて僕の記憶まで探ると。あ、ナイス。本当、反対か。素晴らしい。大切な新入生の姿を盗むと。片方から倒せ。恥を知れ。まったくだよ。だってこの子、気高い君だよね。誰が気高い君ですか。じゃあ、レオレオ。おらやべやべ、振り切る。そんなにもそっくりそのまま真似しちゃうとかさ。おら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 、そっくりすぎ。しかも本当に今まで言うな、イエルシン君。人を真似る化け物など。すごい、すぐたまるね。もうこれで勝ったりする。マキシム・アセルマン。この子たち結構強い。強いよ。マキ先輩、私思うんだけど。ああ、実に再現度が高い。戦闘技術まで真似るとは、まるで本物ではないか。本物ですからね。なる。なる。本物なら強くて当然だよね。なるって。そりゃそうだわ。みんな使う今の。いや、全然受ける要素ないでしょう。ガチで殺されかけてんですからね、俺ら。使った方がいいよ、ジム。本物なら本物とさっさと言えばいいもの。これだから弱敗者は。もうちょっと元気の方がいいかな。僕ら戦闘中に何度も訴えましたよね。もういいね、いいね。先輩たちが。そうだ、ね、ちょっとね、しばらく陣離れてるからね。あれだもん、ね、わかんない。俺なんて普通に会話もしましたよ。もう全員使ってる今、ナルーは。俺がだって会話している日本人って親とりょうちゃんと高行だから。なるー。じゃああれだね、ちょっとやっぱ情報があんま入ってこないね。情報がね、入ってこないんだ。あれ、教えるよ、ちゃんとトレンドは。頼むよ。うん、置いてかれちゃうとね、やっぱ良くないから。嫌だ、置いてかれたくないよ。話しかけてもらえるとか、イベントは。なる。おや、レオレオ、なんか悩んでね。いい、私でよければ相談乗るよ。今なら癒しのハグもつけとくぜ。最後が余計すぎます。はあ、なんでもないですよ。なんか先輩たちと喋ってたら、いろいろバカらしくなってきました。えへへ、すっきりできたってこと？それはよかったね。やれやれ、君というやつは言葉遣いはあれだが、心遣いは大したものだ。やったぜ、褒められた。ブーツ結構2杯だよ。
先輩方は、かなり逃亡犯の手がかり見つけられました。そこが、ああ残念ながらそれっぽいものはなかったかな。そっちは？私たちも全然。あ、でも記憶をもとに擬態する獣が妙な姿に。何？それは今どこに？ああ、実はもう倒してしまいまして。あ、獣たちに何か手がかりはあったか？そうですね、獣の拙い喋りでしたが、発音に多少帝国訛りが混じっていたかもしれません。ふむ、なるほど。例の逃亡犯が一時的にとはいえこの洞窟に立ち寄った可能性はあると。ですね。まあもう逃げてしまっていると思いますけど、あんな獣がいたんじゃ落ち着かないですよ、ここ。ああわかる、あいつらめっちゃやらしいよね。人の大切な思い出踏みにじるなっつの。そうっすね。っていうか一戦交えた直後なのに、先輩たちはなんでそんな余裕しゃくしゃくなんですか？余裕ってほどじゃないよ、君たち結構強いから。だからちょいマジくらい。怪我するのもさせるのも嫌だし。当然というか、僕ともあろうものが新入生ごときに本気になるはずもないだろう。マジっすか、あれで。え、これいつまで話すんだ、ずっと。これで終わりや。結局全然逃亡犯にたどり着けねえな。諦めるのはまだ早いぞ新入生。由緒正しきアセルマン家の次男であるこの僕の名推理だと。そんなことないさレオ、ここまでで得た情報は大きいよ。そうなのか。ああ、僕に考えがあるんだ。ひとまずこの洞窟を出て丘へ向かおう。丘っていうと、ここに来る前にあった門の先だよな。分かったわ、行ってみましょう。じゃあそういうことで先輩方失礼します。あ、こらお前ら。うん、はい、おかチャプター4になりました。なるほど、キラージンなるだね、なるだね。そう、いやこれは時間がすぐ過ぎるな。ユーゴの言う通り、はい、丘へ来たのはいいけどよ。はい、ひとまずここを登っていけばいいのか。そうだね、うん、行ってみよう。で、行ってみよう。チャプター4。誰かいるよ。あ、先生だ。本当だ。どうしたよこんなところで。それはこっちのセリフですよ。拳銃か。あの村の酒場でここぞとばかりに仕事サボって飲んでたら、リゼットに働けと蹴り出されちまったな。僕たちは普通に逃亡犯の足跡を追ってきた。日常拳銃だね。ここにたどり着いただけで。相変わらずリゼットの目に狂うよね。こっちの話だ。ガスパルさんって結構偉い人なんですよね。なのに部下も連れずに単独行動ですか？ああ、俺はもともと能力的正常のこともあって超単独行動タイプだからな。どういうことだ？さあ、行ってこい、ヨッコちゃんたち。あ、これもしや
今さら気づいた。あれでしょ、あのサークルの青い光の方に向かいってことだよね、これ。ね、そしたらあのかけらがあるんだね。あ、かけらがあるの？うん、この矢印行ったらかけらがある。あ、ほんとだ。今気づいた。ない時はないんだ。近づいたら出てくるってことか。逃亡犯は本当にこの丘に向かったのかよ、ね、なんだか当てが外れ続けてるけどよ。外れを引いているということは、それとも選択肢も限られていったらね。これまでの犯人の行動を考えても確率はかなり高くなってるはずだよ。やった。うん、わあ、でかいのいる。もしこの丘の先に逃亡犯がいたらどうする？すごいね、遠くまで絵が広い。捕まえるだけだろ。そううまくいった。うううう、怖い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 。うわあ、ちょ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 、避けない。追い詰められていない相手、そんなに甘く考えない方がいいよ。確かに私たちだけで大丈夫かな。うん、すごいね、ま、立体で。うん、あれがあったよ、かけらが反応してるぞ。うん、出てるね、近くに来てる。でも近くなったら伸びるよね。池、うん、奥、なんかヤバいのがあるよ。何だ、ね、あそこに行くんだ。どっちだ。おお、うん、ちょっと僕が先か。あっ、キリチゴ。いや、あっち先行こう。木があるんだっけ。わ、やった。あ、うん、それは厄介だな。あ、でも一発で死ぬんだ。やった。あるぞ。今度は何だ。解放していかなきゃ。35台多くの敵を倒せ。お、やってやろうじゃねえか。もうそろそろ慣れてきたから、ね、いけるんじゃん。おっとおっとおっと、危ない。なるほど。あら、危ない。なんか俺がやった時より強いな、いろいろ進んでるからね、さっき。うん、必殺技っしょ。あ、まだ、あれ、まだなの。あ、危ない。あと30秒。おーい、使っちゃえ。お、うん、読んでいった？なるほど。お、40いったじゃん。使っちゃったけど、この青いのは何だろうな。この青いのは何なの？景品でもらえるというか、うん、あ、でもこのさ、集めてるやつと同じ形状じゃない？あ、違うか、形がちょっと違うか。うん、すぐ溜まる。必殺技はもうどんどん使ってった方がいいの。いっぱいいる、でかいやつもいる。
そうだよ。おっと、なんかバリアがない。なんだ、なんだ。必殺技じゃない？めっちゃうまいね、うん、軽やかだね。らしいですね、回避が。やだやだ、なになになに、え、うわー難しそう、ここ。もうこいつら、あ、これ仲間か。セリアが破壊っぽいて、やだやだやだ、そういうのがやだ。ああ、絶対。今のも逃亡犯の罠だったのかな。多分ね。うん。そしてあれがここにあったと。あ、あるぞ。よし、取った。うん。あ、この面全部取ったっぽいですね。三分の三なんだよ、うん。そうなるよね。え、これの方が早いね。うん。なんかほらあるよ、嫌なのは。あれじゃない、アムル天照領。あれがアムル天照、天照領。こうやって見るとやっぱ幻獣ってすげえな。だね、石化したってこと。まさかあのサイズで動かないよね。幻獣って言ったよね、幻獣のかけら。これね、いくらでもスタミナ切れとかないからいいか。強いの出てくるのかな、ボスみたいな。ガスパルさん、いつの間に俺たちを追い抜いたんですか。どうしてだろうね。能力があんだね。よそ見でもしてたんじゃないかい。飛べるんじゃないか、何か。お前らには結局伝えられてなかったな。逃亡犯の最新外見情報。今は行商人を装って。大荷物のカモフラージュだな。もう犯人がのたれ死んでいる可能性もあるが、まあ互いにやるだけやろうぜ。じゃあな。思いないよ、これ。瞬間移動的なことはできるのかな。レオが森で助けたと言ってた。行商に一人で行動す、能力的に一人で行動。ごめん、なんか8人ぐらいいるか。イージス騎士学校の生徒で連邦に所属するブレイズだ。与えられた任務は果たすだけさ。そうだね。なんか臨場感が出てるね。あんた、うん、獣の大軍から助けてくれた。幼少人っぽいぞ。お久しぶりですね。あの時は名乗り忘れました。これはレオフルカードと言います。そしてペリア氏のコンセプトはホゲがチャーミングだね。なんてこと、そんなことも。おとなしく投稿してください。お、ここに入ってたのか。冗談じゃない。あれを帝国に、絶対帝国に持ち帰らねえと。あれ、そういえば運んでいた大荷物っていうのが見当たらないわね。
どこかに隠したんですか。見てほら、左肩甲骨に入ってる。言うわけねえだろ、バカ。なるほど。あの岩の近くですか。ああ、ああ、ああ。お前、なんで。ああ、いえ。ただダメ元で、鎌かけてみただけだったんですけどね。お、戦いになるか。おお、いきなり。あ、こいつと戦うんだ。あまり変わらない。なんか全然違う人なのかと思ったら帽子取っただけ。助けてくれたことには感謝してるさ。おいお前、1対3で勝てるってね。俺はゼガヒでも帝国にあれを持ち帰らなきゃなんねえんだ。ねえ、やばいねえだ、やばい。すげえ。行くぜ、命の恩人さんよ。そんな粘土でできたような剣で勝てると思うな。おお、魔法使いか。マスターしてるんです。あ、これやっぱね、回避できないわけですよ。必殺技、必殺技やっちゃおう。あら、必殺技タイミングが今。おえおお、すごい。結構めちゃくちゃ減りましたね、パワーが。これで後ろ回っとけば、ガー、なんだこれ。あ、なさい。おい、あ、たまった。これにすげえ減った。あともうちょっとです。よし、倒した。やっぱ強くなかったね、この人は。早いね。いやでも上手です。さっきのゴリラより全然、チャプター2のゴリラよりなんか攻撃パターンがシンプル。殺してくれよ。おい、なあ、焦るなって。そうかよ、やめなさい。すごい能力者が来たぞ、また。わ、さっきの人だ。あ、もう何、いきなり一人にし、大丈夫か君は。死んでいる。助かったよ、ミシェル。しかし、どうして君がここに。あの、リセット教官が、そろそろこんな事態も起こるだろうと。こんな事態。俺ミシェル好きだな。具体的には、なんかね、みんなタイミングルーでるから、敵の無力化手段をろくに用意せず、相手を追い詰めそうな流れだな、などと急におっしゃられまして。なんて読みをしてるんだ、あの人は。化け物ですか。何にせよ、おかげで助かったわ、ミシェル。うん、ありがとう。いえ、でも、これからどうします。そうだね、とりあえず教官に報告に行かないと。うん、かといって、犯人をこのままにしておくわけにもいかないし。うん、あ、では私とセリアで一度報告に戻ります。大丈夫レオ。いや、行かないでほしいな。ああ、こっちは話しとけ。セリア、ミシェル、二人になっちゃうの。はい、じゃあ行ってくるわね。シミさん、もう近距離二人になっちゃったじゃん。左だけ、これ綺麗。どうすんだ二人で。どうすんだい。不安なんだよ、お前と二人じゃん。あ、いや、そういえばユーゴ、結局こいつが荷車に乗せて運んでた荷物って、うん、何だったんだろうな。あ、そうだね、確か今はあの岩の近くにあるようなこと言っていたけど、一応確認してきた方がいいかな。うん、だな。じゃあ俺がここでこいつの見張りしておくから、お前見てきてくれよ。
どっちが言ってんだっけ。了解。ああ、もう行ってくるんだね。もし持ってこられるようだったら、こっちに運んでくるよ。ああ、頼む。なんか様子がおかしいぞ。このままじゃ俺も奥さん殺せよ。殺してくれよ。おいなあ、殺せか。わっ、やっぱりなんか動けちゃった。すごいすげえ動き、おかしくなった。わわわわわわ、嫌です。うわ、めっちゃ強そう。おい、うまい。そんなことしても、あ、取れなかった。これは無事に見えた。もういい、やばい。これラスボスだよ、ラスボス。下にクリアすると、そう、すごい回復使う。あ、寝てる時も食らうじゃん。あ、やばい。必殺技右なんだ。おっとっとっと、意外と取れないね。覚悟を決めなきゃいけないのかよ。チャンス、ナイス。アラクテルタイツも相手の攻撃してくるんだね。うん、やばい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 。待ってくれないよ、ね、危ない。回復した方が、回復押したい、押し込みたいけど無理か。いいか、回復しよう。おー、危ない。ギリギリでしたね。ギリギリで勝ちたかったけど、あ、結構範囲広いんですよ。こっちというところに、よいしょ、おいおいおい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、とどめだ。うわ、うん、うまいね。すごい上手ですね。回避がでもね、難しいですね、やっぱり。くそ、くそ、帝国のやつら、またこんな。俺は、うん、どういう、悪い、ユーロ。そうか、帝国のユーゴの方は荷車どうだったんだ。燃やされたよ。誰かどこからか槍術を打ち込まれた。なんだよそれ。それで中身は確認できたのか。うん、うん、見なかったよ。あ、そっか。うん、俺たち戦争してんだよな。そうだね。なんかスパイ、おい、なるほど。はい、終わりました。終わりました。もうなんか本当にアニメを見ながらそのキャラクターを操作してるっていうか、ね、
まだまだでもそうね、21人出てきてないからね、アフロも出てないんじゃないかな。条件順も入りました。うん、はい、以上でございます。いや楽しかった。はい、やってみてどうでしたかお二人は。いやもうなんか本当にアニメを見ながらこうアニメ見てんのかゲームやってんのか分かんなくなるぐらい、どっちもだよ。融合してるというか、ね、見てたしやってたよ。見てたしやってたよね。うん、あとあれだよね、あのやりごたえがありそうだって。これまだ1個でしょキャラクターね、うん。ちなみに気になったキャラクター、まあ、全員は出てきてないですけどいましたか。まあ僕はやっぱり共感かな。リゼット、はい、教官の衣装が教官ね、ほぼ着てなかったよ。だよね、肌の方が多かった面積。そうそうそう、だからちょっと教官はやっぱずっと気になってましたね。帝国側はそうか、全然出てないのか。まあ敵側ね、ここ、うん、一応まあね、この相関図的なのでは。 ちなみにあの途中出てきたあの、はい、ちょっと反面教師のガスパルさんは、あ、本当だ、帝国軍にいます。あら、なぜそうなったのかっていうね、ユーゴと、はい、ガスパル帝国、その辺も多分今後エピソードで明かされていく感じになると思いますね。まあアニメとかストーリー楽しみながらゲームやっていけるという。ガスパルとだってリゼットの関係も気になるからね。でもガスパルがあのキャラで帝国側に行くっていうことはですね、きっと何かね、大切なこう人をこう失ったとかね、何かそういうエピソードがあるはずよ。でもすごいよね、この21人ですよね主人公。うん、それぞれが主人公になれるキャラクターを作るってすごくない？うん、一個のストーリーで、あのマクシム、うん、誰と出てきたんだっけ、バネッサじゃない、あ、イエルシーと出てきたのかな。誰だったっけ、はいはいはい、あのほら帽子かぶった弓矢の厚底の次男坊、マクシムとイエルシーですね。あ、やっぱイエルシー。はい、マキシムのちょっとやっぱ生い立ちは気になるよね。あの服装とあのたなんかこう雰囲気と次男でしょ。うん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 、もう金持ちの息子だろうね。まあそうだね、決してあの貧しくはない感じしたね。そうだ、なんとか家のみたいに言ってたからね。うん、じゃああれか、今回冒険者は一人も出てきてないんだ。あ、ラウルが出て、あ、違う、出てきてないか。出てきてないですね、今回は。はい。うん、まあ、ぜひ気になった人はやっていただけるとよりわかるんではないでしょうか、というところですかね。うん。あ、これでも、そう、まさに冒険者のさ、エドワールって、なんかもう、人っぽいじゃん。あー、こんな、よくできてないけどな。まあ、でもこの中だったら圧倒的にエドワールが一番人っぽい。まあ、こんなかだったらね、もうほぼ二択だけどね、エドワールとラウルかって言ったら、ラウルちょっと違うの？違うね。まあまあ髪型もね、なんとなくエドワールっぽい。俺は、うん、高行は、
いや、俺はなんかガスパルっぽい感じがするね。いや、いないね、俺っぽいキャラね。今んとこいないね。多分あれだよ、チャプターほら2とかあたりで行ったあの村とかに多分いると思うよ。なんか吹き出し出てて喋りかけんだけど大した情報くれない人。いや自分の話ばっかなんかしてくるって。高行っぽいのはまあまあまあ、もしかしたら今出てきたキャラクターの中ではいないかもな。そうね、まあ多分いろんな、割とでもね、あのどこの村にでもいるタイプで。高行？うんうん。いや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 、そんなことないよ、はい、主人公だからさ、高行のキャラは、はい。まあ、ということで、あのただいま、あの先ほどもお伝えしましたが、21人全員のエピソード1のシナリオが遊ぶことができる状態になっておりまして、ちなみにごめん、このレオのこの今俺らがやったエピソード 4だよね。まあ、エピソード1のその中にチャプターを 4つやっていただきました。うん、それもう21人同じ数だけあるってこと？そうです。あ、すごい、ね、もうチャプター4までは全員分あるってことですか？あ、チャプター4っていうか、その今エピソード1ずつだから21エピソードが遊ぶことができる。お、もうできるんだ、すごいな。はい、で毎週更新で連載形式で、うんうん、エピソード2が今後展開されていくと。大丈夫ですか、運営さん？心配になります、そんなスケジュール。なんでそれぞれにエピソードが展開されていくと。で、多分どっかでいろんな人たちが交わっていく感じになるんだとは思うんですけど。ですよね。だから今のレオのエピソードで出てこなかったこのキャラクターたちも、はい、プレイすればその人のいろいろストーリーが知れるわけですね。そうですね。で、だからレオのストーリーに出てこなかったってことは、きっと今出てこなかった人たちは多分レオ絡んでこないってことですよね。か、まあ、もしくは先の方で絡んでくるのかみたいな。なるほど。っていう感じだ。ユーゴはなぜ帝国に行ってしまったのかとは、多分ユーゴのストーリーを進めていくと分かっていく感じになるんだと。最後なんかね、見ちゃってましたからね。はい。なるほど。ちなみにこれ今やっていただいたレオのエピソードですけど、初めは レオのエピソードしか選べませんので、うんうん、レオのエピソードプレイしたら他のキャラのエピソードも選べるようになっております。一気にどんどん解放されてる感じですか？一気に解放されます。おー、なるほど。エピソード1が全キャラの、はい、という感じです。なんで皆さんのその更新されるのを楽しみにやっていただければと思います。ちなみになんか次回予告があるらしいんで、ちょっとそれを見てのさよならしたいと思うんですけど。いやー、今日はお手柄だったね、レオ君。お手柄ですかね。おやおや、君らしくもない。俺らしくって、俺のことなんか何も知らないでしょうに、あんた。レオ・フルカード、16歳。イーディス騎士学校、ブレイズ在籍の生徒。気高く生きるが心情の、実に暑苦しい青年。後半余計ですが、まあそれぐらいは。ユーゴ・シモンやセリア・アルビエとは、同郷たるブサント村の出身。しかし、その村は約8年前、住民たちが一夜にして。やめろ！悪いね、職業柄つい。ただちょっと個人的な感想だけ述べておこうかと。逃亡犯の死体に関してね、見事な一撃だったよ。あれならきっと痛みなんてなかったことだろう。そうっすか。そうっすよ。じゃ
ほどほどに頑張れよ、気高き少年。うっす。なあ、天国のばあちゃん、あんたから見て今の俺ってさ。いや、なんでもない。それをあんたに今聞くのは甘えだよな。全然気高くねえわ。俺はこれからもただ俺らしく気高くこの戦争を生き抜くまでさ。だからばあちゃん、どうかいつか来る最後の時までこの俺の生き様しっかり見守っていてくれよな。次回テイルズオブルミナリアエピソードレオ、気高き。次回も気高く遊んでくれよな。すごいね。本当なんか、はい、アニメの中で部分的にこう自分でゲームして進めるみたいな感じだね。ねえねえねえ、なんかね、昔なんかさ、やっぱこうゲームがあって一部ほら、まあムービーが入ってストーリー進むみたいなのあったけど、結構ストーリーがもうメインだ。逆だよね。そうだよね。ね。なるほどね。この次回もみたいな感じが。はい、レオの次回のエピソード、気になる8年前に何があったのかみたいなことも含めて、今後も皆さん、これはこのテールズシリーズのファンからしたらたまんないだろうね。すごいわ。これすごいですね、やり込みが。はい、という感じです。ということで、はい、お二人今日長い時間になってしまいましたが、ゲームやっていただいてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、もうなんかゲームの定義というか、俺の知ってるゲームじゃない。なんかすごいカルチャーショックですね、今。こんなどんどん、どんどん進んでるから、いろんなことが。ねえ。置いてかれないようにして。ちょっと、そうね。俺も勉強しないとって思いました。うん、ちゃんと忘れないようにしてね、そして学んだことを。そうだね。だから今やっぱこの高行と会話をしながら、高行ってやっぱこのキャラクターの中でなんだろうって思った時に、やっぱちょっと共感っぽいんだよね。ガスパル。うん。ってことは俺は帝国側に行くってことだね。いや、ガスパルじゃない、あのおっぱいの共感。ん、リゼットっぽいよね。俺が、うん、リゼットにいっぱい毛生やしたら高い気だよね。なる。これはどうやって終わる？いや、君に最後今日覚えたことはちゃんと言ってもらおうと思ったけど、変なふりしてきたから俺が言っちゃったじゃん。絶対君が言って終わるべきだったの。ごめんなさい。あー、なる。違うの、もう全然違うんだよ。そういうなんかとりあえず出すとかそういうことじゃないんだ。ちゃんといい流れあったのにさ。もうダメだ。違う、もうダメだ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。